くお待たせを申し上げました。それではただいまより本年の八坂神社天皇祭神幸七五祭を執り行います。まずはじめに始末お清めのお祓いをいたします。それでは払い言葉を奏上いたします。皆様方ご起立をお願いをいたします。頭をお下げをいただきます。お直り願います。次に大麻をもちましてお清めのお祓いをいたします。はじめに大神輿をお清めを申し上げます。次にお供え物をお清めを申し上げます。宮司が祭員のお祓いでございます。それではご参列の皆様方のお清めのお祓いでございます。どうぞ頭をお下げをいただきます。お直りご着席をお願いをいたします。次に宮司一杯、皆様方ご起立をお願いをいたします。宮司に合わせ大神輿にご一礼をいただきます。お直りご着席をお願いをいたします。次に大神輿にお供え物を立て祭ります。献銭の儀でございます。海の幸、山の幸をはじめ、諸々の神様の大神輿にお供えをいたしております。
ご一同様、どうぞご起立をお願いをいたします。頭をお下げを願います。お祈り願います。
席に願います。次に宮司玉串を中に担当に出して続きまして、ご参列の皆様方の玉串奉献でございます。それではまず江ノ島側からでございます。大海士殿。ご関係の皆様方はご一緒にご配慮をいただきます。江ノ島神社役員総代殿八坂神社祭典委員長徳江久嗣殿祭典委員の皆様方はご一緒にご配慮をいただきます。これより数名様ずつ、お名前を申し上げますのでご順にお願いいたします。東町町内会会長畠山義明様、西町町内会会長秋岡俊一様、江ノ島振興連絡協議会会長湯浅博一殿、弁天会会長江ノ島博士飲食業組合組合長徳江久嗣殿、江ノ島林方連合会会長徳江久嗣殿、顧問秋岡隆殿、林方の方はどうぞご一緒にご起立いただきましてご拝礼をいただきます。三越管理委員会殿、江ノ島観光会会長岩本文彦殿、江ノ島環境デカ推進協議会会長秋岡剛殿、藤沢市消防団第一分団分団長渡辺秀夫殿、有限会社江ノ島遊覧船福島誠二郎、江ノ島吾妻会会長北村史郎殿、江ノ島緑会会長秋岡和子殿、女人弁天皇大本風間信代殿、江ノ島婦人部佐渡波会会長高野俊恵殿、岩本堂岩本康明殿、エキスヤ旅館長野千之助殿、江ノ島博士旅館組合組合長近藤和彦殿、江ノ島博士漁業協同組合北村万次郎殿、
藤沢警察署江ノ島駐在渡辺達也殿。藤沢鎌倉神輿連合会会長小室正明殿。諏訪睦巳会長田中誠二殿。ご番組の皆様方はご一緒にご拝礼をお願いをいたします。ご来賓の皆様方にご拝礼をお願いします。衆議院議員星野剛殿。神奈川県議会議員国松誠殿。藤沢市議会議員山口正也殿。全市議会議員松永康之殿。公益社団法人藤沢市観光協会専務理事福島久美殿。江ノ島電鉄株式会社代表取締役社長代理取締役事業部長秋山雅美殿。小田急電鉄株式会社藤沢駅駅長鈴木真一殿。東日本予告鉄道株式会社藤沢駅駅長畑野克人殿。藤沢商工会議所会頭代理専務理事金井正郎殿。新江ノ島水族館江ノ島 BFI 株式会社代表取締役社長堀克久殿。株式会社ライト取締役天笠玲子殿。時田初江殿。続きまして小指神社様の玉の主法廷でございます。小指神社内子総代殿。押越漁業協同組合役員殿。7番玉城町内会会長殿。鎌倉市消防団第22分団殿。花番浜城採点委員殿。下番労働採点委員中採点委員殿。土橋下町高原採点委員殿。
以上をもちまして玉串奉天をお取り納めいたします。決戦の日純さんをただいま無事に滞りなく開講申し上げました。本日は早朝から、強い日差しのものすごい暑さの中、周りの皆様とはじめ、吉野栄養長の皆様方お揃いにてようこそご参拝いただきました。恒例のお祭りでございますが、先ほど司会の者が八坂神社天王祭を取り行います。八坂神社天王祭と申し上げましたけれども、現在八坂神社の明治以前の建物は天王社と呼ばれておりましたものですから、明治6年になりまして、八坂神社の名称が改称された建物でございます。現在の建物のその前の建物は江戸末期の建物でございまして、国家元年1844年に作られた造営された建物でございますが、今の八坂神社のご社殿、ということでですね、今でも天皇林というお囃子、その他いろいろいくつもお囃子がございますけれども、広島独特のお囃子でございます。このお祭りに、ご参加ご参列をいただきまして、この広島の独特の お囃子もぜひお聴きいただきたいと思います。今日はこれから御下屋の小泉神社までご信仰祭が再興されますけれども、非常に何度申しますけれども暑い最中でございます。どうぞ水分補給等を怠りなくやっていただきまして、皆様のお二人のお祭りが無事に盛大に再興されますよう。